八王子の多摩ニュータウン通りにある松ヶ谷トンネルに行きました。これから中に入って調査したいと思います。暗いですね。ちょうど両サイドに蛍光灯がつながってあるんですが、それとあとフェンスが壁側と天井に張り巡らされてあるんで、なんかこう圧迫感があるというか、ちょっと不気味ですね。昔この先にですね、南大沢って、よく毎週金曜日の夜に、ゼレオンやってた場所があるんですよ。若い時よくここで車で通って向かっていたのがとても懐かしいですね。青春の思い出っていうんですよ。結構長いトンネルですね。ちょっと後ろ見てみましょうか。100メートルぐらいは進んでしまっています、ね、でこの辺に来ると天井と壁がもう完全にフェンスが張られてない状態で、さらに不気味さを増した感じがしますね。特に上が終電で多摩センター駅止まりの終電に乗った時ですね、自宅まで歩いて、深夜1時ごろこのトンネル内を歩いたことがあるんですよね。その時は結構こうなんか、ああかっこいいトンネルだなーなんて思って歩いてたんですけど、今思えばなんかやっぱちょっと怖い感じがしてた記憶があります。日中なんてね、車が結構通るんですけど、一瞬にしてシーンと静かになりますね。なんかこうさっきも言ったんですけど、圧迫感があるというか、やっぱちょっとこうなんか不気味な感じがしますね。
出口に近づいてきました。もうこの辺に来るとね、もう外の景色明るいんで全然怖さはもう感じません。さほど心霊スポットとしてはささやかれていないトンネルなんでしょうかね。ちょっとそういう噂があったようなことは聞いたことあるんですが、出口に出ました。